はい、どうも、カワウソです。今回は、次、何の資格勉強をするか、これをお伝えします。この度ね、まあ、おそらく、まあ、自己採点の結果ですけれども、漢検準一級に多分合格しまして、で、これで、英検一級、数検一級、そして漢検準一級に合格したわけになります。で、そんなね、自分が、まあ、この動画を通してね、いろんな資格試験、にチャレンジしたいと思ってるんですけれども、まあ、次、どういう試験を受けようか、今考えていることをお伝えします。まずね、まあ、結論を言いますと、気象予報士、あるいは、統計検定、この勉強をしたいと考えています。というのも、ざっくり言うと、考えながら、その物事を理解したいんですね。これどういうことかっていうと、今までね、漢検準一級の勉強をしてきて、自分の脳がね、こう、理解じゃなくて、暗記で、物事を覚える。そういうモードというか、そういう作りになってしまったと感じているんですよ。まあ、すなわち、僕の脳ってどうもシングルタスクというか、その一つのことにあったら、それにフィットするように自分の脳がこう書き換わってしまうんですね。で、これは一見なんかいいように思うんだけれども、仕事にね、ちょっと影響が、まあ、直接的な影響は出てないんだけれども、このままだとちょっと仕事に影響が出てしまうかなと考えています。というのも、まあ、どんな仕事においてもそうだと思うんですけれど、やはりね、その仕事で何か結果を出す際には、何かこう考えながら物事をやると。あるいはなんかこう技術を習得するにおいても、こう理解してそれをこうアウトプットする、インプットする。この力が重要になってくるわけです。でも、まあ、漢検準一級の勉強をして、で、暗記っていうアプリでずっと暗記をしていると、どうもね、僕の脳、そこが不器用で、理解よりも、まあ、なんて言うんだろう、こう、脳の中で理解をするための部位というか、それがこう、萎縮して、暗記の、こう、部位が拡大しているように感じるんですね。なので、仕事でも、こう何かこう説明を聞かれ、先輩から説明を聞いた時も、なんかよくわからないっていうことがたびたびあったんですよ。で、これ漢検の勉強と関係しているかどうかはわかりませんけれども、どうもね、僕のこう脳というか、それがちょっと不器用なために、おそらくちょっと関係してるんじゃないかと考えています。ですので、なので他の漢検受験者、漢検合格者の方はこんな、もっと器用にできていると思います。すなわち、漢検で、こう、膨大な量を暗記すると同時に、いろんなものを考えるっていう、この二つ、同時にできる人が多いんですけれども、どうも僕の、脳というか、そういうのが得意ではないタイプなので、なので、次はね、こう、物事をこう考えながら、何か理解する、考えながらスキルを、こうアップさせていく。そういうことにつながる試験、検定を受けようと思っています。なので、まあ、なんて言うんだろう、今まで受けてきた、その数検、英検、漢検の中で言うと、まあ、数検に近い資格、まあ、理系の資格ですね。これをね、この勉強をしようと考えています。じゃあ、漢検一級はどうなんだって話なんですね。その、今まで英検一級、数検一級って、一級一級って続いてきたから、もう一個漢検一級も受けるべきだ、みたいな。まあ、べきだとは、いう意見は全くないんですけれども、まあ、そうした方がいいんじゃないのっていう意見もあるかもしれません。結論申し上げますと、おそらく今年中は受けません。でも、いつかは受けたいと考えています。やっぱりね、この僕としても、なんだろう、こう、一級一級一級ってやると、語呂がいいと。キリがいいというか、語呂がいいと。やっぱりこう、なんだろう。その、例えば、英検一級がどのくらいすごいとか、数検一級がどのくらいすごいとか、と関係なく、やっぱりなんか、すごいって思われるじゃないですか。
まあすごくなんていうんだ、物欲的な考えなんですけれども。まあというわけで、いつかは漢検一級をに合格したいと考えています。ただ同時に、ここしばらくは、漢検の勉強はしないかなと思って、本格的にはしないかなと考えています。というのも、コストがかかりすぎるからなんですね。と言いますのも、これね、前の、二つぐらい前の回でも言ったかもしれませんけれども、僕って暗記苦手なんですよ。今までね、いろんな、勉強がそこそこ得意だったり、あるいは数検とか英検とかに合格したっていうのは、実は丸暗記の能力ってほとんど使ってないんですね。数検っていうか、まあ数学全般に言えることなんですけれども、覚えることってそんなにないと思うんですね。覚えることは少ない。でもそれを、どう活用していくか。これがちょっと面倒になってくると。数検も同じです。で、英検って、確かにその語彙力っていうのは必要なんだけれども、もう、必須ではないんですよ。つまり、語彙問題っていうのがあんまりできなくても、例えば長文問題とか、リスニング問題、ライティング問題、ここで、高得点を取ることができたら、十分合格できるんですよ。で、実際僕の英検勉強法ってそうだったんですね。語彙の問題を満点取る代わりに、まあ、8割、7割でいいや。その代わり他のところに集中しようと。まあ、つまり、どっちかというと、数検、英検とかの勉強って、僕は技術の習得をメインとしてたわけです。でも、漢検って、そういう数検とか英検とちょっと違うわけですね。まあ、つまり、数千の漢字、数千の語彙、これを覚えることは絶対マストなわけです。ですので、そこを考えるとね、今までみたいに、まあ、別に数検も英検もポンポンと、受かったわけではないんですけれども、まあ、楽しみながらというか、今までと同じように、な感じで、漢検一級に合格するというのはちょっと難しいんじゃないかなと考えています。で、もちろんね、漢検に絞って、勉強して一級合格をつかむっていうのもありなんだけれども、仮に一本に絞ったとしてもおそらく1年はかかると考えています。で、その間に他の勉強期間の1年間の間に他の勉強が、というか他の資格の勉強、これができないっていうのは僕、チャンネルとしてもあんまり良くないことだと考えています。やっぱり関係の勉強をする中で、他の、例えば英語とか数学とかの能力が、まあ、落ちてしまっていると。で、その状態だと、英語とか数学についてこの動画で話せない。まあ、話したとしても説得力がなくなってしまうわけですね。ですので、まあ、それを予防するためにも、漢検に集中するのではなくて、まあ、漢検と同時並行的に、いろんな資格、試験、検定、勉強を続けていけたらと思います。まあね、おそらくですけれども、漢検一級に今から、まあ、勉強して、で、かつ漢検に絞ってではなくて、他の勉強もやりながら、続けていくので、一級合格。最低でも2年はかかる。最低でも2年はかかる。と思っといてください。長い目で見ていてくれると助かります。あとね、まあ、その他になりますけれども、今まで受けてきた、今まで受験挑み続けてきた勉強って、学校でいう5科目、主要5教科、大学受験とかに出る勉強なんですね。でも、5教科以外の勉強もしたいと考えています。まあ、具体的に言うと、色彩検定ですね。美術。この勉強をしたいと思っています。というのも、まあ、YouTuber の端くれとしてやっていって、ようやくね、例えばサムネ、色、これが大事だ、とか、そういうことを、理解っていうか、発見するようになったんですね。で、かつ同時に、まあ、これ、もう小中学校の経験からして、自分には、
そのなんだろう、直感的に例えばこの色とこの色がマッチするとか、あのそれを理解、それをが分かる、その能力ってないんですね。なのでまあ理論とか理屈を伴って、その美術というか色ですね、これを学習したいと。とりあえずの目標は色彩検定は2級ですね、2級を取ってその色とか、なんかカラートーンですか、それに関する基礎的な知識、これを習得したいと思っています。で、それをその知識をもとに、まあ例えばサムネ作りとか、このなんでしょうね、この画面の中で、自分、例えばこの黄色いカーテンに対して、自分がどういう服を、着て撮ればいいのかとか、そういうのに、活用していければと思っております。今回はここまでです。まあ、とりあえず目先の勉強としましては、なんだろう、数学チックな、例えば気象予報士、あるいは統計検定、こういったものの勉強に邁進していければと思っております。今回はここまでです。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。バイバイ。